それではシンポジウムを再開いたします。ここからは埼玉県内自治体のマーケット開催事例について、マーケット事業に携わった各自治体の担当者より発表をいたします。まずはじめに狭山市企画財政部広報課岩瀬様より狭山市のマーケット事例についてご発表をいただきます。それでは岩瀬様、よろしくお願いします。はい、それではただいまご紹介をいただきました、狭山市役所広報課の岩瀬と申します。私の方からはですね、狭山市の新狭山駅北口商店街で実施をしております新狭山マーケットの取り組み紹介ということでお話をさせていただきます。大学の先生お二人の後のお話なので非常にプレッシャーなんですけれども、まあ、そんなに上手な話をするわけでもないんですが、お聞き苦しいところもあるかと思いますので、何卒ご容赦ください。というわけですいません、ちょっと私の方は着座でお話をさせていただきます。まず超簡単にではあるんですけれども、簡単に自己紹介ということでお話をさせていただきます。私今ほどお話した通り狭山市役所の職員です。今年で入庁が12年目になります。この中でですね、平成27年度から令和3年度に環境経済部商業観光課というところに所属をしておりまして、その中で令和元年度から商業観光課の業務として新狭山駅北口の商店街の支援事業に関わっております。その後ですね、今年度からは令和4年度に企画財政部広報課に異動になりまして、主に広報誌の作成業務に従事しておりますが、新狭山駅北口のその新狭山マーケットの事業についてはプライベートで未だに関わり続けているというような関係になってます。プロフィール上の写真も出させていただいてますけれども、下の写真のようにこれマーケットの中でスチールパン引いてもらっているトコパンのお二人なんですけれども、関係者の人とか、事業者の皆さんとかとこういう距離感でお付き合いをしながら仕事をするのが割と得意かなと思います。それで基本的には北本の近くお住まいの方とかが今日聞いていただいている方多いと思いますので、狭山のこともご存じないことも多いと思いますので、エリアの概要から簡単にお話をさせていただきますと、埼玉県狭山市、埼玉県の中で南西部に位置をしている市町村になってまして、ざっくり人口が約15万人弱ぐらいになってます。でこの新狭山マーケットの舞台になっているのが、西武新宿線新狭山駅北口の商店街、大体会員数で61会員数いらっしゃいます。で、この商店街の真ん中の目抜き通りを通って、約300メートル、ここの公道上に、商店街の、お店や、あとは地域から集まった出店者さんが並ぶローカルマーケットになっています。実際に地域が抱える、課題というところで、さっき美代さんからもありましたけれども、商店街の担い手の不足ですとか、周辺住民の高齢化、これは県内の商店街どこでも同じような課題を抱えているかとは思いますけれども、写真にある通りシャッター通りにシャッター化が進んでいる商店街になってしまっています。商店街の中にはですね、2店舗ほど結構集客力のある食品スーパーあるんですけれども、逆にその食品スーパー以外ではなかなかお買い物ができていませんねっていう状態の商店街になってしまっています。でまたこれ非常に大きな問題だったんですけれども、大手自動車メーカーの生産工場が移転をしております。現在言ってしまえばホンダの狭山工場なんですけれども、2021年に完成車の生産機能はもうより移転をしておりまして、現在部品製造が一部残っている限りで形なんですけれども、直近1年2年ぐらいにもう完全な閉鎖という形になります。要は新狭山駅北口ってこのホンダとともに成長してきたみたいな歴史があってですね、昔から商店街で商売をしてきた事業者さんとかはやっぱりその平成一桁台とかのそのホンダが調子良かった頃に、昔はあの頃良かったなみたいな感情が非常にある中で、ちょっとホンダがいなくなると新狭山北口もうダメなんじゃないみたいなネガティブな感情がやっぱり持ってらっしゃる層が一定数いらっしゃいます。で、こういった課題を抱えている、商店街の中で実際に新狭山マーケットの取り組み、どんな歴史をたどってきたのっていうところをお話をさせていただくと、先ほど美代さんからもお話あった通り県の取り組みからスタートしています。令和元年度の4月ですね、埼玉県がやるネクスト商店街プロジェクトというところからスタートしています。このプロジェクトがですね、狭山市は令和元年度から2年度に埼玉県から実際にお金を出していただいてやった事業になるんですけれども、
商店街の、商店お店を構えていらっしゃる地元のプレイヤーの方と、あとは商店街請負人というアドバイザーとして鈴木明さんに入っていただいていた。それプラス我々、狭山市ですとか埼玉県、この行政組織がタッグを組んでソフトハードの両面から、地域に新たな価値を作るっていう形で書いてるんですけれども、実際に地域に新たな価値を作るって言っても本当に何をやってもよくてですね、でその中で、商店会長の田口さんという方がいらっしゃるんですが、その田口さんが実際にローカルマーケットやりたいっていうおっしゃってたのに、加えて、ローマーケットの専門家である美代さんに入っていただいて、ローカルマーケットを作っていった形になってます。で、令和元年度の12月に第1回のマーケットを開催して、でその後にコロナの蔓延が始まったこともあり一時止まってしまったんですけれども、でコロナ禍で、やれる事業は何かないかということで、震災のミューラルという事業、シャッターにアートを描く、ストリートアート事業を進めました。でこちらについてはちょっと今日は説明を割愛させていただくんですけれども、令和4年の3月に発行した、取り組みを振り返った冊子、町と人とということで、今日お配りした資料が、冊子が、実際に、はい、その冊子が震災前北口で取り組んできたことをまとめたものになっています。最初のセクションでですね、美代さんと私とその商店会の会長の田口さんが震災マーケットに込めた思いですとか今後の展望みたいなことを話させていただいておりまして、あとその震災ミューラルの事業についても、目指しているものだとかそういったものを、いろいろ話をさせていただいております。でその後ですね、令和4年の4月から私も広報課に異動になったこともありますし、地域での自走化組織が動いていることもありますので、地域の自走化をしつつ、月1回のマーケットとして現状動いております。で事業の特徴としてはですね、毎月、第2日曜日の10時から3時ということで、実は現在絶賛開催中です。ちょっとインスタグラムで、ライブ配信してたのを見てたんですけど、非常に賑わっておりました。でプラス月1回やっていく中で毎年の、7月と9月については土曜日の夜のナイトマーケットの開催になってます。で実際にマーケット自体が目指すものとしてはですね、こちらも河合先生とかからもお話があった通り、やはり地域に対する愛着を醸成するためのコンテンツにしたいという思いがあってやってます。ネクスト商店街で集まったメンバーから話をちょっとどういうことをやろうっていうヒアリングをしてた時に、なかなかの震災もあってダサいなとか、ちょっと地元でお買い物ってする気にならないよねみたいな話があって、ここって結構問題の本質だよねっていう話の中で、それならば地域が好きになるような、コンテンツにしていきたいという思いを持って、実際にマーケットを立ち上げた形になってます。であとは、お買い物を通じたコミュニケーションの場の創出ということで、先ほどお伝えした通り食品スーパーでお買い物するだけになってしまっている主婦ですとか、あとはスクールバスの乗り降り、ここだけに終始して通過するだけの学生などが、地域でお買い物をすることで、例えば話す、座る、写真を撮るといった、先ほどのアクティビティ調査で、ポジティブな、結果になるような行動が起きるきっかけにしたいという思いがあってやってます。でこの2つを積み重ねていくことで、この震災マーケットが地域の日常という形で落とし込みをしていきたいなという思いを持ってやっています。結果、それで商店街が持続可能であったらいいなという気持ちですね。で事業の特徴というところでお話をさせていただくと、基本的には、屋外仮設マーケットではあるんですけれども、デザインにこだわりたいという思いは結構強く思ってやってます。これリーフレットの移り変わりなんですけれども、私もここまで何でしょう、事業をやる上でデザインの重要性っていうところってあんまり実は考えたことなかったんですけれども、一番左の、一番最初に作ったリーフレット、これ現場で見てる中で、このリーフレットが非常におしゃれだからこのマーケットに来ようと思ったとか、マーケットの雰囲気をこのリーフレットが非常に物語っているっていうご意見を現場で非常によく伺いまして、これデザインの重要性っていうのを私も担当業務をやっていく中で非常に啓発をされた部分かなと思います。でこれマーケット開催中の風景なんですけれども、ここの出店の並びの中でも、出店者さんにも、店舗デザインにはこだわってくださいねっていうのはお願いをさせていただいてます。具体的にはですね、店舗に並ぶときに、上り旗は禁止してたりですとか、あとは商品のポップを書くときとかもですね、いわゆる A4 のコピー用紙にマジックで、例えば焼きそば100円みたいな、そういうポップを書くのはもう絶対やめてくださいと。であとはなので商品のポップを書くときとかは黒板に書いてくださいとか、
そういう細かいところでデザインにこだわっていくことで、マーケットに対する、クオリティを上げていくっていう形の手法を取っています。これも同様にですね、コロナ禍で、安全対策どうしますかっていうときに、こういう行動しないでねっていうのは、ピクトグラムでよく、示しているポップとかがあったかなと思うんですけど、それあんまり良くないねっていう中で、フィーリングセーフショップハピリーということで、安全にお買い物することで、お店も商店街もハッピーになりますよねっていう啓発をちょっとデザインにこだわってやった形になってます。で、あとは実際にお買い物をしているところの様子なんですけれども、これも結構木工家具屋さんで単価高いんですよね。この左下にある椅子なんですけど、1脚1万3000円ぐらいするんですけど、商店街でこのマーケットをやることによって1日この椅子が3脚売れたんですね。マーケットがないと明らかに生まれない消費活動かなということで非常に印象的でした。で、あとはやっぱり行動の、活用ということでやっているので、車道と歩道の境目に縁石が、こんな感じであってですね、マーケット開催中ここに座って飲食を楽しむという行動が非常に多く生まれてですね、多分7月とかにやった時に北本の新井さんも来てたんですけど、一日中多分ここに座ってたかなという気がします。で、あとはこれが、9月にやったナイトマーケットの様子です。非常に多くの方にご来場いただきました。特に非常に若い方はたくさん来ていただきました。非常に印象的だったのはですね、この商店街でもうかれこれ40年、50年ぐらいお店を構えている地域のドンと言われるタバコ屋の、商店主の方がいらっしゃるんですけど、この光景を見てですね、新鮮は北口商店街、非常にいい商店街になったということで、なんか熱い言葉をかけられて握手を求められて、私もなんかちょっと胸にくるものがあったのが非常に印象的でしたね。で、事業の特徴ということで、まあ、超駆け足ではあるんですけど、こんな感じでやってるんですけれども、先ほど、お話、美代さんからもあったんですけれども、現在とこれからということで、運営するための組織づくり、これもきちんと進めてやってきています。新狭山北口商店街の商店街組織とはまた別に独立した形で、新狭山クラブを任意団体として設置をしています。まあ、経済的に、行政の補助金がなくても動けるように、まあ、出店者さんからの出店料を原資に、出店者さんとの連絡を取ってもらうことに対する謝礼ですとか、あとは、広告宣伝費はそんなかかってないですけど、道路使用にかかるお金とか、そのあたりでお金が出るような形で自走を続けているような形になってます。で、まあ、その内情として結構大事にしているのがですね、震災マーケット継続していくために、継続してやっていく中で、まあ、実際に事業が動いてると、それを見て、なんか一緒にやってみたいなっていうことで、手を挙げてくれるメンバーが随時随時出てくるんですね。で、そうするメンバーに対して、じゃあ手を挙げやすいし、それを常にピックアップできるように、常にアンテナを張るような形で、まあ、我々行政の担当者としても考えています。で、ここに出ている、左から4番目の女性の方、ちょっとポインターで映らないかな、ちょっと映りづらいんであれなんですけど、女性の方が実際に出店者さんのやり取りメインでやってくださってたんですけれども、ここで、ちょっとまた本業が忙しくなるし、マーケットの出店者さんのやり取り少し多分卒業することになると思いますというお話をいただきました。で、メンバーのライフステージが進むことによって、まあ、マーケットに関わる人材もどんどん変わっていくと思いますし、私個人は結構それでいいと思っていて、ただ、マーケットの現場を動かしていく中で、じゃあまた次のこういう関わる人に対して、手を挙げやすい仕組みとそれに気づく仕組み、これをどんどん続けていくことが多分今後持続可能なマーケットを続けていくために必要なんじゃないかなと考えています。ちなみにこれ震災マーケットを続けていく中で、なんだっけ、経済産業省の羽ばたく商店街30選という、ちょっと大きめの賞をいただきまして、その時に関係者みんなで写真を記念写真撮ったんですけど、私非常にこの写真好きでですね、まあ、なんかいろんな行政ですとか地域の人とかが集まって動かしているという事業を非常に物語っている写真になったんじゃないかなと思います。で、あと少し将来の話として、狭山の各地にマーケット文化が広がってきました。
要はこの震災のマーケットがですね、モデルケースになることで、実際にただの出店イベントと、なかなか屋外仮設マーケットって見られがちだったんですけれども、これが、まあ、川合先生や美代さんがおっしゃった通り、シビックプライドを醸成するための都市戦略という形に我々行政も地域の事業者さんたちも気づき始めたんですね。で、写真の左側がこれ、西武新宿線入磯駅の駅前でやった、入空マルシェということで、これは地域の事業者さんが完全に自力でやり始めたこと。で、そのお隣右側の写真が、西武新宿線狭山市駅の駅前で、これ行政のお金が一部入ってるんですけれども、西の国マルシェやり始めました。実際になかなかシビックプライドを醸成するためっていうことでピンときてなかった行政や地域の事業者がですね、これマーケットが有効なんだっていうのを気づき始めたんですね。で、それって新狭山北口商店街でうまくいき始めたからっていうロールモデルが1個できたからが非常に大きな話かなと思います。で、新狭山北口商店街の新狭山マーケットは多分これからもどんどん、まあ、いろいろ苦労はあると思いますけれども走り続けていくと思いますので、まあ狭山で、ローカルマーケットを通じたシビックプライドの醸成っていう部分についてはこれから先の話としても、新狭山北口商店街がまた1個フラッグシップとして頑張って走り続けていきたいなと思ってます。というわけで私の話は以上になります。非常に駆け足になってしまったんですけれども、ご清聴どうもありがとうございました。岩瀬様ありがとうございました。続きまして、本庄市経済環境部商工観光課出口様より本庄市のマーケット事例についてご発表をいただきます。それでは出口様よろしくお願いします。じゃあ改めまして、本庄市役所商工観光課の出口と申します。私もちょっと着座にて失礼いたします。こういう場が不慣れで、さっきハローハローさんのタコライス食べてもう帰ろうかなと思ったんですけど、ちょっと頑張りたいと思います。以前ちょっと中期長のセミナーで15分って言われてたところ25分ぐらい喋っちゃったのがトラウマなんで、サクサクいきたいと思います。主に本庄市の事例ってことで、まあ、ちょっと狭山さんと北本さんとまたちょっと違うんですが、まあ行政主催でやってるもの、官民連携でやってるもので、民間主催で行政がバックアップしているものがあるので、この3つについてちょっとお話しさせていただきます。で、1つ目が、マーケット、公共空間の利活用実証実験ということで、こちらは、行政が、商工観光課が主体となってやっているものです。目的といたしましては、まあ、コロナ禍のですね、飲食店支援ですとか、市民の日常に楽しみや豊かさを提供する、またですね、普段使われていない、公共空間の利活用の模索としてちょっと出遅れてしまったんですけど、令和4年の5月から毎月1回行ってます。群馬県庁の芝生広場で行われていた県庁前ベースオンザグリーンというのを視察させていただいたり、こちらの北本市さん の, グリーマ&グリーンマーケットなどを参考にさせていただきました。これ市役所の、前庭広場なんですけど、結構広いんですけど、あんまり普段何にも使ってなくって、もう木の存在すら忘れてたぐらいの感じなんですけど、こういった形でキッチンカーやテント出店していただいてですね、また一般社団法人どこでも広場さんという団体にご協力いただいて、このドラム缶とかライトとかですねお持ちいただいて、ちょっと仕事帰りの職員とか市民の方がこう楽しめるような場を作ることができました。こちらが今度市役所の中庭もあるんですね。これは結構いい空間なんですけど、本来はこう人がくつろぐために設計されたんであろうなと思う空間がこんな感じで、普段は公用車置き場みたいなもったいない感じになっていまして、でこちらもちょっとマーケットをさせていただいて、こんな感じでちょっと自分で言うのもあれですけど、なんかオフィスビルのなんかいい感じの空間だなと思って、で夜とかもやったりしてとてもいい風景が作れたなと思っております。あとは、これはマリーゴールドの丘公園という公園でして、マリーゴールドの見頃に合わせてマーケットを行いました。でこちらがですね、先月の様子なんですが、本庄駅直結のテラス場本庄という
施設の広場なんですけど、駅直結なんですが、ちょっとこう位置が分かりづらくて、あまり人に認知されていないという課題がありまして、ちょっとマーケットだけだと一回ちょっとあんまりだったなということで、音楽もちょっと入れさせていただいて、音でちょっと人を引き寄せたいなっていう仕掛けも行いました。このギター弾いてるのは、あのうちの課の職員の人に協力して出てもらったりしました。でこの事業は特に予算化してなくて、事業としては予算ゼロで行っているものです。で5月から一応毎月行っていて、昼やったり夜やったり場所を変えたりやっておりまして、で今月が次の、金曜日ですね、5時から本庄駅で行います。で、まあ、一応今年度としては、まあ、報告書をちょっと作成していって、まあ、施設によってやはり特性とかハードルが様々だったので、こう出たいと思ってくれている出店者さんたちがもっとこう出店しやすいようにですね、施設管理者等へですね提案していきたいなと思っております。でこれが、次の17日のマーケットになりますので、また音楽も合わせてやるので、よかったらぜひ本庄駅に遊びに来てください。で続いてが、官民連携で行っている、本庄マルシェというお話をさせていただきます。で先ほど佐山さんの方も埼玉県の商店街ネクスト商店街プロジェクトの方でやったっていうお話があったんですが、本庄市の方も、佐山さんより1年早く平成30年31年に、埼玉県の方に採択していただいて、まあ、商業者商店会長商工会議所市役所等が連携しまして、まあ、本庄駅の北口エリアを中心としたですね、さまざまなプロジェクトを行っておりました。でその中の一つとしてイベント部会という立ち上がりでですね、まあ、あまり人通りがないですねエリアにまず人に来てもらおう、商店を知ってもらおうみたいなところで、本庄マルシェというものを開催しました。で現在でも一応本庄マルシェ実行委員会ということで継続しておりまして、こちら民間と商工会議所そして市役所が、まあ、一つの実行委員チームとして継続して動いております。でこういった形で街中の公共施設を使ったり、空き地を使ったり空き店舗を使ったりして、県の事業の間にですね平成30年の10月から、6回まで行いまして、で7回目に、一つの通りを通行止めにして大きく開催しようとしていたときにコロナが発生しまして延期という形になりました。で私はこの後の令和2年度から現担当者になって、その後から鈴木明さんの方にも関わっていただいているのですが、まあ、コロナの拡大によって、まあ、マルシェが動かなくなったことや、あとは県の事業が2年で終わって、でその後市の事業に切り替わりまして、いろいろなタイミングが重なって本庄マルシェとしてはこう一旦立ち止まって振り返るような時間となりました。でその後の動き出しとして、令和2年11月にですね、こちらは商店街連合会主催の商店街マーケットというちょっと別のマーケットなんですけど、こちらをこう支援するような形で再始動しました。これまでこの商店街マーケットというものが商業祭という名前で、街中ではなくて市役所の駐車場を使ってちょっと離れたところでやっていたんですが、そちらをちょっとリデザインするような形で行われました。で本庄マルシェ実行委員会と、商工会マーケットですね、を主催している商店街連合会のメンバーなんですけど、結構かぶっている方々も結構多いんですが、まあ、本庄マルシェを行ってきたことが参考になったりですね、本庄マルシェがこう、まあ、割と商連の方はご高齢のメンバーが多いんで、本庄マルシェの若手メンバーがちょっとサポートするような形で、商店街マーケットをより良いものにすることができたのかなと思っております。で本庄マルシェ実行委員会としてはまた別の動きを、こちらは純金子エキシビジョンというですね空き倉庫を
糸店の倉庫があって、その2階がもう糸店は、閉めていて、その倉庫があって、その2階でちょっとアート展示をする形を行いました。まあ、コロナ禍で本庄マルシェとして何ができるかっていうのをいろいろと考えている中で、メンバーがこういった芸術祭みたいなものを昔にやったことがあって、それをやってみたいという意見から実行に移りました。でもともとこのメンバーの方が、親交のあった福島のアーティストさんが、作品を展示販売する形で、計4日間行ったんですけど、販売額が100万円以上超えるほどの大好評のイベントになりました。で、その他にですね、こちらが、30年ほど前まで商店街で行われていた七夕祭りを、約30年ぶりに復活させた様子です。本庄マルシェのメンバーの皆さんがかつて子どもの頃に経験した思い出を今の若い世代に経験してほしい、3世代で交流してほしいっていうような思いから復活させました。で、すごい大きい竹があるかと思うんですけど、神社からみんなで切り出してきて、無駄になんかこうみんなで運んでくるみたいなことをやったり、ご神木ならぬなんかご神畜と言っているんですけど、とかあとは真ん中の方に短冊のトンネルですね、保育園の園児さんに短冊書いてもらったトンネルを作ったりとかですね。あとこちらが氷柱っていうものなんですけど、まあ、メンバーのその皆さんがやっぱり昔の思い出で一番印象的に残っているもので、氷の中におもちゃが入っていて、それをやっぱり皆さん子どもの頃にすごい削った記憶があって、それを約30年ぶりに復活させて、今の子どもたちに商店街のこう思い出を一つ残すことができたのかなと思っております。こちらが、この間の10月に行ったですね、本庄商工会議所青年部主催の、ゴーゴーハロウィンというイベントと、商店街連合会主催の商店街マーケットとこうコラボした、まあ、すっごいわちゃわちゃしたイベントなんですけど、これに本庄マルシェ実行委員会としては、このサンバがいるんですけどよくわかんないですね、ハロウィンにサンバがよくわかんないんですけど、本庄マルシェ実行委員会としてこうにぎわいを創出する部分を担うなど、いろんなこう団体と協力する形でいろいろな動きを生み出しています。でこのような形で、当初は本庄マルシェってこうマルシェを続けてきた団体なんですけど、なんかいろんな方向性に今行ってまして、まあ支援したり自分でやったり連携したりなんですね。ただこうやってる中でいろんな団体とこういい協力関係ができてやれてるのかなと思っております。何よりもやってる皆さんが本当に楽しんでいるっていうところが一番かなと思ってます。で最後に民間主催行政支援の本庄マーケットカレンダーのお話をさせていただきます。でこれがですね、今本庄でだいたい主催していただいているマーケットでして、本当に気づいたらとんでもなく主催者さんがたくさんいましてですね、本庄市内だけでこれだけの主催者さんが本当にそれぞれ思いを持って特色あるマーケットを主催してくれておりまして、でそうなった時にふと自分もだいたいインスタでこう情報発信されてるんですけど、自分自身結構情報を追い切れなくなりまして、あれ今日だっけとか来週だっけみたいなのがありまして、なのでちょっとその取りまとめができたらいいなと思っておりまして、こんな感じで本当に簡単なもので申し訳ないっていうぐらいな感じなんですけど、一応行政としてマーケットをまとめさせていただいて、これが2月、今月ですね、様子なんです。今日も3つですね、市内だけで、本庄市内で3つマーケットが行われている状況です。これを昨年の7月から行っております。
で、一応市のホームページと、あとインスタグラムの方に掲載させていただいております。で、またですね、こちら本庄ミート&トークというタウンミーティングなんですけど、令和3年度から行っていまして、まあ、初回にも北本メンバーに、林さん、新井さん、江沢さん、岡野さんに来ていただいたタウンミーティングというイベントなんですけど、やっぱりこれだけマーケットがたくさんあるので、ちょっと主催者さん同士がお互いこう思いや顔だけでも知っていただきたいねっていう、みおさんとちょっと相談する中で主催者さんを集めてみるかっていう会をですね、9月にやらさせていただいておりまして、で、現在はちょっと広報の3月号にですね、その市内のマーケットを紹介する特集を今ちょうど作成中でおります。で、一応地域での位置づけというまとめなんですけど、まあ、僕はその行政という立場でありながら、まあ、市民という立場でもあるので、ちょっと感覚的なお話ではあるんですけど、まあ、あれだけ市内でマーケットがあることでですね、やはりこうどこかに遊びに行こうっていう、その市内での選択肢の幅がすごく広がったなと思ってまして、やっぱそのマーケットって買い物だけじゃなくって、誰かに会えたり遊べたり、そういう場でもあるので、本当に市民としてどこか外に遊びに行こうっていう時に、市外県外とかだけじゃなくて市内でも楽しみがあるなっていうところですね。やっぱりマーケット行くとコミュニケーションが取れたりとか、素敵な人とかものに出会えて、本当に暮らしの豊かさだなと思ってます。で、美穂さんのさっきの話にもあったんですけど、僕も商業支援の部門なので言わせていただくと、やっぱりその商店街に昔あったものなのかなっていうのはなんとなく感じていて、なかなか商店街、そのハード的なものは今すぐにできる、復活させることはできないんですけど、マーケットがその仮説でそれとこう同じ良さをこう伝えるものとしてできるのかなと思っております。すいません、ちょっと漠然としたお話なのですが、以上で終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。出吉様、ありがとうございました。続きまして、北本市市長公室シティプロモーション広報担当の金沢主任より、北本市のマーケット事例について発表いたします。それでは金沢さん、よろしくお願いいたします。はい、改めましてこんにちは、北本市市長公室の金沢と申します。初めに申し上げますと、私去年の7月から担当にシティプロモーション担当になりまして、おそらくご登壇されている方で一番経験が浅いと思います。そんな担当で大丈夫かと思われるかもしれないんですけれども、案の定右も左も分からなくて、本当に当初から大変な思いをしました。ただ自分がシティプロモーション担当に携わる中で、本当にたくさんのことを学びました。今回は自身の経験も踏まえて、北本市のシティプロモーション事業についてご説明させていただければと思います。着座にて失礼します。まずは北本市についてご紹介いたします。本市は人口約6万5千人、面積は約 19.8 平方キロメートルという比較的小さな町になります。都内まで電車1本で約50分という好立地でありながら、市内には豊かな自然や里山環境が残っています。近年は圏央道も整備されまして、交通の利便性が上がったことも本市にとっては追い風となっています。北本市でシティプロモーション担当ができたきっかけは、町の抱える課題がきっかけでした。少子高齢化の影響により、2014年には消滅可能性都市の一つに本市が挙げられ、20代から40代を中心に大幅な減少が見込まれるという衝撃的な推計が公表されました。市はこの状況を受け止めまして、町の活力維持向上という課題を解決するためにシティプロモーション担当を新設しました。本市はシティプロモーションの目的を、町の活力維持のため人口減少を抑制することとしました。市からの転出を減少させるためには、まず市民の定住愛着意欲が向上と必要と考えたのです。町を好きな市民が増えれば転出が減り、
さらに町を好きな市民から市の魅力が発信されることで、興味を持って北本に訪れてくれる人や転入の増加につながるとことを期待しました。一方で市が対策を実施してもそれが町の愛着向上につながったのか成果として示すことは難しいというのも課題でした。そこで人口減少対策を測定するため河合先生が提唱する M ギャップを導入し成果の可視化を図りました。 M ギャップを活用し地域への推奨、参加、感謝の意欲を数値化して測ること、河合先生の言葉をお借りして町にマジになる力、持続させる熱を持ったしなやかな土台の強さを可視化するとともにシティプロモーションサイクルを回すことを意識しました。市民が町に誇りや魅力を感じ町の活性化や課題解決に関わることでその熱が市内外に発信されて共感や憧れを獲得する、このサイクルを継続することで町の活力を維持する効果が期待できます。端的に言えば北本市のシティプロモーションは市民に北本という町を好きになってもらいたいという思いから始まります。そこで市は北本の特徴である豊かな自然、さまざまなコミュニティ、魅力的な古典などに注目して情報発信を始めました。このように市の魅力を集めた冊子を作成したり、地元農家さんの協力のもと農作物の収穫体験や収穫した作物をその場で調理して食べるツアーを開催したり、とても美味しいです。地域の魅力を発信するローカルメディアを立ち上げて、活動する市民、場所、イベント等を紹介する記事を発信したり、ぜひローカルメディア&グリーンで検索してみてください。そして地元農産物を使用したフードやドリンクを楽しめるカフェの開設、北本の特産品の PR、 SNS による発信などなど、市の魅力を発信するために多岐にわたる取り組みを実践しました。そしてシティプロモーション事業の主軸として現在も取り組んでいるのが屋外の仮設マーケットです。市役所の芝生広場や市内の自然を舞台に魅力的な個展が集まるマーケットを開催しています。現在芝生広場で実施しているアンドグリーンマーケットもこの事業の一つになります。そもそもなぜ北本市は屋外マーケットを主軸としたのか。実は北本市では10年ほど前から観光協会が主催するマーケットイベントが毎年2回程度開催されていました。これらのイベントは市内の雑木林や畑など緑のフィールドを会場として行われるもので、魅力的な個展や出展者さんによるマーケット、さらには音楽ライブ、地元農家さんとの収穫体験が楽しめるものでした。そしてイベント時のアンケートでは、マーケットに参加して愛着、親しみ、興味が湧いたと回答した人は回答者全体の 77%、 全体の 75%、 次回も参加したいと回答した人は 77% という高い結果になりました。これらの結果から屋外の仮設マーケットは参加者の町への愛着、推奨意欲を高めるための効果的なコンテンツだと考え、マーケットをテーマとした事業を本格的に開始します。令和2年度から開始したマーケットの学校は、鈴木明さんからもご説明がありました通り市民参加型のワークショップです。一言で表すのであれば、マーケットについてみんなで一緒に考え、みんなで考えたマーケットを実現する取り組みです。マーケットを単なる売り買いの場だけではなく、町の魅力発信、地域で活動している人たちがつながれる場、町を好きになる、参加したくなるきっかけと捉えて、市内の魅力的な場所を回りながらマーケットのあり方をみんなで考え実現するための話し合いを行いました。マーケットの学校は講義編と実習編の2つで構成されています。講義編ではマーケットの研究者である鈴木美桜さん、そして実践者である江澤雄介さんを講師に迎えまして、参加者、講師、行政が北本でどんなマーケットを開催したいか、マーケットで何を実現したいか意見を交わしました。時には会議室を飛び出して市内のマーケットの会場になりそうな雑木林や商店街にも足を運んで、学校で学ぶように全員で体験を積み重ねるというものでした。私も今年度初めて参加したんですけれども、正直最初は本当にうまくいくのだろうかと思っていました。というのも、あらかじめ実施する内容を明確には定めず、その時の雰囲気や
参加者の意見等に応じて内容を変更するというスタイルでしたので、先が読めなくて、頭の固い私は困惑しながら参加していました。一方で好きなことを生き生きと話す参加者の様子や、次のマーケットに生かせるアイデアをが次々と湧いてくる様子を目の当たりにし、すごいと思ったことも事実です。そして実習編では、北本市役所芝生広場を会場にして、小さなマーケットを開催しました。これ、先ほどの紹介にもあったんですけど、この時のテーマは、芝生広場で朝ごはん。冬の朝の時間をどう過ごしたいかを考えて、自分たちのやりたいこと、あったらいいことをマーケットを通して体現するというものでした。マーケットの学校参加者が野菜の販売や駄菓子屋として出店をしたり、旬の野菜を味わえるブースを出している様子がこちらになります。私が参加した実習編は別のマーケットなんですけれども、この写真のようにそれぞれが楽しそうに過ごしてにぎわう様子を見て、北本は魅力ある人、物、ことであふれていると本当に思いました。なぜマーケットの学校がうまくいっているのか、自分なりに考えてみました。まず、参加者が好きなこと、やりたいことを話せるから。北本市のマーケットに関わる人たちは、いい意味で好きなこと、やりたいことに取り組んでいます。お互いを否定せずに、適度な距離感という前提はあるんですけれども、自分の好きなことを人に話したり、共有することは楽しいことです。さらに、一人では実現が難しくても、意欲のある参加者が少しずつできることを出し合って形にするという方法は、好きの集合体であるマーケット相性がいいと思いました。そして、マーケットの学校は柔軟だと思います。参加者の役割分担を決めたり、マーケットとはこういうものだっていう型にはめることや、教える側、教わる側といった区分けを、なるべく極力しないようにする。その代わり、参加者に合わせて内容を決めたり、全員が話せる場所を作れるよう積極的にコミュニケーションを図りながら進めています。あえて段取りを決めずに内容を柔軟に変更するスタイルだからこそ、参加者が自分ごととして取り込める余白があり、全員が主体的に取り組めることを目指しています。マーケットの学校のように参加者全員が主体的になれる場所は、ある意味共同コミュニティの理想形なのではとも思いました。実際、当時の担当が工夫した点として挙げていたのは、柔軟に対応したこと、フラットな関係づくりです。マーケットの学校は自由度が高く、楽しいイメージはありますが、先の読めないことをその都度考えて対応するには、とてもエネルギーが必要だと思います。なので、苦労した点としても挙がっています。ただ、自分の考えや好きなこと、やりたいことをマーケットを話すときに、この写真ちょっとちっちゃいんですけれども、皆さんの表情がとっても楽しそうなんですね。全員で作る過程を楽しむこともマーケット成功の鍵なのかもしれません。で、繰り返しになりますが、北本市のマーケットで大切にしたいことをマーケットの学校ステートメントとしてまとめ、マーケットの学校での出来事を記録として残す冊子も作っています。これらは今後も参加者が立ち返れたり、新たな参加者と目指したいもの、大切なものを共有できる地図としての役割も担っています。後ろのブースにも差し置いてありますので、ぜひご覧ください。考える、実践するの繰り返しを大切にすること。これは北本のマーケットで最も重要だと思います。マーケットを開催するだけではなく、開催前のミーティングや開催後には振り返りの場も設けています。マーケットの学校で話したり考えたことをアンドグリーンマーケットで実践する。そして実践したことをマーケットの学校でみんなで共有しながら次につなげる。こうすることで、参加者、講師、行政がチームとなってマーケットを通して北本について考え続けることができます。屋外マーケット自体が良いコンテンツだと私は思うんですけれども、参加者全員が主体となって取り組みをアップデートしていく意思が現在の屋外マーケットとして形作られたという方が正しいのかもしれません。そして、令和2年度のマーケットの学校を機に、単発のイベントではなく、定期的、日常的にマーケットを開催することを目指して、月1回程度、アンドグリーンマーケットを開催しています。アンドグリーンマーケットは、10から15店舗が出店する、今まさにやっているのは小さなマーケットで、令和3年度は全部で7回開催しました。令和4年度も2ヶ月に1回の頻度で開催しています。マーケットの学校で生まれた旬の野菜や焚き火を楽しめるブース、
市内外の魅力や出展、音楽ライブなどを行いました。マーケットの学校実習編と同様に、参加した多くの方がマーケットのにぎわいや雰囲気を楽しんでいます。来場者からは、仕事が忙しかったけど、アンドグリーンマーケットのおかげで家族の思い出ができたであったり、引っ越したばかりだったけど、マーケットに参加したことで北本と接点を持つことができたなど、嬉しい声も確認しています。マーケットは知れば知るほど多くのいいことが見えてきます。これまで個々人が持っていた地域の資源や魅力がマーケットで共有されて、参加者の多くが新たな発見に出会うことができます。たくさんの魅力があふれる場の雰囲気も共有されて、出展者も参加者も一緒になって好きを楽しむことができます。さらに出展者さん同士が交わることでコラボする企画や新たなイベントに発生するケースも実際にありました。屋外仮設マーケットの反響もたくさんあります。アンドグリーンマーケットの開催前後において、出展者さんがインスタグラム等を活用し自らの情報を発信してくれるという効果があります。またアンドグリーンマーケットの開催に合わせて特別営業をしてくれる近隣の店舗の方も出てくるなど、連携も生まれておりまして、来場者が市内を回遊できるような好循環も生まれています。そしてマーケットの学校開始以降、市内のシェアキッチンや、店舗駐車場、駅前広場を活用したマーケットなどが増加しました。市内の至る所でマーケットイベントが開催され、少しずつコミュニティの輪が広がっていることを実感しています。さらに市内にある総合公園を舞台に、音楽ライブやノーアル暮らしを取り入れた緑と祭り、ここでちょっとイントネーション難しいですが、緑と祭りも開催しました。マーケット事業はそのコンセプトを生かしながら、市内外からより多くの人が訪れる大規模なイベントにも発展しています。このように北本で始めたマーケット事業は、町を好きになるきっかけ、地域活性化の機会として着実に広がっていることを実感しています。駆け足でしたが、北本のマーケット事業について説明をさせていただきました。正直私自身もマーケットについてまだまだ勉強が必要ですし、取り組みに課題を感じています。それでもマーケットに私は携わることで、北本を好きになってくれた人たち、北本に関わってくれた人たち、北本への参加者に感謝し、参加者の力に少しでもなれたらいいなと思うようになりました。今後について難しく考えることたくさんあるんですけれども、私たち市の担当ができることは実はシンプルです。参加者の話を聞く、同じ目線で一緒に考える、主体となる参加者に関わる、応援するです。うまくできないところも時もたくさんあるんですけれども、こういう当たり前で大切なことを、私はマーケットに関わって、業務に関わったことで強く認識できたと感じています。みんなで作り上げるマーケットには、人をつなぎ街を楽しくする可能性があります。ご清聴ありがとうございました。